すごい。Wasn't hard to tell that your eyes were following me. It was like we were under a spell, and anyone could see we had to say goodbye before we had a chance to see what we held in our hands.What it could have been. You almost missed your flight. I'm not even gonna pretend.Try to slow you down, to postpone the end. Hey, you sent me a text saying.Wish things were differently, but I'm already with someone. As for my sympathy.皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。本日はですね、こちらにございます、パナソニックルミックス DC-S9 とこの 18mm の F1.8 という、レンズのセット組み合わせですねについて、レビューをしたいと思います。皆さんいかがでした、冒頭の映像。はい、全てですねこの DC-S9 で撮影したものです。レンズはねいろいろ組み替えて、はいるんですけどもボディは全部 S9 との組み合わせで撮影したものですね。動画のほとんどが、私がこの間行ったイエローナイフカナダのイエローナイフで撮影したオーロラの、シーンが多かったんですけども前半部分はですねあれ動画なんですよ。タイムラプスじゃないんですね。リアルタイムの動画で、撮影したものです。まあ結構感度上げて撮影してるのでさすがにそのままだとノイズが多くて使えないので、ノイズ低減とかかけているんですけどもそもそもこれね撮れるか撮れないかなんですよアンショでの動画の撮影って。なので撮れるか撮れないかの中で撮れるっていうだけでも結構すごいことなんですよ。で後半はタイムラプスの動画でしたね。ルミックスはですねタイムラプスの撮影するときに、カメラ内でインターバル撮影機能があるんですがそのインターバル撮影機能を行うとですねカメラの中で動画を作りますかっていう風に聞いてきてくれるんですよ。カメラ内で動画を、生成する機能があるんですけどもやっぱタイムラプスってねパソコンでこういろいろやりくりするっていうイメージがあると思うんですがカメラの中でこうやって動画作ってくれるとね初心者の方とかはすごく、扱いやすいですよね。でしかも私もタイムラプス得意なのでいろんなカメラでこう試してますけど結構ね露出平滑化の機能がね優秀で、滑らかなタイムラプスが描けるんですね。昼間から、夜にかけての、タイムラプスのことをホーリーグレールっていうんですけどさすがに星空までのタイムラプスはちょっと厳しかったんですけども、昼間から夕焼けとか朝焼けとかあとその夜景ですね、明るい夜景とかそういったホーリーグレールタイムラプスであれば結構優秀です露出平滑化。これねびっくりした。カメラの中で作ってくれる動画も一応420なんですけど10ビットで出してくれるんですよね。だからカメラの中で作った動画そのままパソコンに取り込んで動画編集するっていう方も結構初心者の方では多いので、そういった方にはですね多少なりともデータ耐性のある形式というかそういったものがカメラ内で作ってくれるっていうのは非常にありがたいですよね。私はですね、一度の撮影で最低カメラ3台は持っていくんですよね。で、同じ数だけレンズと三脚も必要になってくるじゃないですか。海外行ったりとか登山したりするので、なるべく荷物は軽くしたいっていうのがあるんですけど、まあそういった中でですね、このフルサイズなのにこれだけちっちゃくてコンパクトっていう S9 はですね、割と発売してしばらく経ってからかな、こうふつふつとね、あれこのカメラ結構使い勝手私に合ってんじゃないのみたいな興味が湧いてたんですよ。で、そんな中でですね、パナソニックさんがこのカメラ使ってみませんかってお声掛けいただいて、今回レビューさせていただいてるんですね。まあ、そんなありがたいご提案をいただいてですね、1ヶ月ほど撮影してみたんですけども、使った感想としてはですね、めちゃめちゃ自分に合ったカメラで結構ねバッチバチね、いい写真とか動画とかが撮れたんですよ。なんかそういうフィーリングってあるじゃないですか。いいカメラだからいい写真撮れるっていうか、そのフィーリングの合うカメラってやっぱあるんですよね。たまたまそのいいシーンを撮れる時に持っているカメラっていうのかな、まあ常に1台だけ使ってる人はそういうのないと思うんですけど、私みたいに複数のカメラを使う人はですね、やっぱそういうことってあるんですよ。なのでこの DC-S9 はね、結構そういった自分の肌に合ったっていうか、フィーリングの合うカメラだなっていう感じがしました。S9 は発売されてこれ2ヶ月ぐらい経つんですかね。一応ね、新色が発売されて、革の張り替え、エクステリア張り替えサービスっていうのが開始されるそうです。すごい可愛い色の、カメラが出るなっていう感じで、これなんか見た目で買う人絶対いますよねそんなデザインだなと思うんですけど、外見だけじゃなくて、実は大幅なファームウェアのアップデートがこの間公開されましてですね、発売時は動画記録の制限が15分っていうのがあったんですけど、その動画の記録の制限がなくなったりですね、あとは LUMIX LAB っていうですね、アプリを使用することで、シャッターリモコンとか、あとカメラコントロールの機能も追加されてですね、発売時よりもカメラとしてすごく強化されたっていう感じなんですね。カメラコントロールの機能はですね、私自撮りの時にすごい重宝して、LUMIX LAB とですね、接続することで、まあ、自分が前に行った時でもこのタイミングでこのポーズでシャッター切りたいなみたいな感じでカシャって切って、でどういうのが撮れたのかっていうのがすぐ確認できるんですよね。すごく重宝しました。DC-S9 はですね、この、電子設定のないコールド集が採用されてたりとか、あとファインダーがなくて液晶モニターだけだったりとか、あとメカシャッターが搭載されてなくて電子シャッターのみっていう、そういうですね、いろいろ省いた設定というのが結構話題になってたカメラなんですよね。確かにストロボを使ったポートレート撮影とかをメインで撮影されている方は、まあ、ストロボ同調で撮影するっていうことができないですし、ライトが多い室内とか、あと夜景とか、夜景のイルミネーションとか、あと結婚式の、室内の会場とかね、あとは電光掲示板が構図の中にある時とかかな。そういう時はやっぱりフリッカーが、発生しやすくなってしまうので、そういった場面での撮影には向かないとは思うんですよね。私が撮影してる星空とかタイムラプスって実はそういった機能一切いらないんですよ。さすがに昼間のスナップとか撮ってる時はちょっとファインダーの覗きたいなって思った時は一瞬あったんですけど、まあメインで使ってるその星の撮影、タイムラプス撮影では全然そういったことはファインダー覗くってことはまずないんですよ。で、実際に撮影してみるとですね、まあ今こうやって写真出してますけど、まあ、画質というか撮れる絵自体はですね、まあ、全く問題ないというか、すごく素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれるんですよね。こんなにコンパクトなのに中身は本当にガチでフルサイズ一眼が入ってるっていうか、まあ当たり前なんですけど、まあ、私にとってはですね、小型軽量ででも、出てくる絵は素晴らしいっていう、とても自分に合ったカメラだなっていうふうに思いました。ルミックスが出す絵っていうのはですね、まあ、他社とは結構違うっていうのがあって、なんというかな、私がまあ使ってる他のメーカーのやつはですね、割とゴリゴリっていうかシャープ目っていうか、男というか太いというかですね、そういう絵が撮れるんですけど、ルミックスで撮る絵っていうのは結構なんか柔らかめなんですよね。ノイズがすごく少ないっていうのが S シリーズの特徴で、私以前に S5 の、動画アップしてるんですけど、めちゃめちゃノイズ少なくて使いやすかったんですよね。なんというかまあ、特徴をお話しすると、ハイライトを戻すっていうよりはシャドウを持ち上げるっていうことの方が向いているっていうのかな。多くの、カメラがハイライトを戻す、まあ、ちょっと白飛び気味のやつを戻すっていうことが得意な気がするんですけど、まあ、ルミックスはどちらかというとそっちよりはもちろんできるんですけど、それよりはシャドウを上げるっていうことの方がですね、画像処理の感覚的にはすごい正しいかなっていうふうに思ってて、動画がそうじゃないですか。動画って絶対白飛びさせるなよっていう風に私習ったんですけど、なんかその動画の感覚に近い静止画の処理ができるなっていう感じがあって、そこがねすごく面白いと思ったんですよ。LUMIXで成形取ってる人ってまあ私の周りであまりいなかったので、そういった意味でもLUMIXで成形写真撮ると個性的な写真撮れるかなっていう風に思って、私LUMIXを未だに使ってるんですよね。で特に私が気に入ったのは、まあ、ボディだけじゃなくこの18の F1.8 っていうこのレンズですね。18mm っていうめちゃめちゃワイドな、超広角レンズで F1.8 っていう、明るい F 値を実現してるんですけども、明るい F 値のレンズって、大きいものが多い中でこれは非常にコンパクトなんですよね。でやっぱり小さい超広角レンズって成形写真向いてるレンズってねあんまないんですよ。なんですけどこれはね大丈夫だったんですよね。まあ、もちろん周辺までビッチビチ点で撮れるとかじゃないんですけど、コマ周差とかフリンジとかはある程度出るんですけど、それでもね全然若干っていうか補正できるレベルのやつで、あこれだったら全然いいじゃんっていう感じで、多分この S9 とこの18の F1.8 のレンズっていうのは私が知る限り最軽量成形セットの部類じゃないかなっていうふうに思ってます。で私YouTube の投稿で Vlog 撮ったりするじゃないですか。まあこういう風に液晶モニターをこう返して、まあ、こういう風に自分を自撮りするんですけども、その時にやっぱり大きいカメラだとやりづらいじゃないですか。でもまあアクションカメとかそういったやつでもいいんですけど、時にはねちょっとクオリティを求めたい時があるんですけど、そういう時に一眼カメラ使いたいなと思うんですけど、このセットだとなんていうかそれがすごくやりやすい。ちっちゃくて軽いので、取り回しがしやすいし、18mm あると、まあ、広く取れるので、こうおじさんの顔がね小さめに映るというか、そういうメリットもあるし、F1.8 あるので、超広角レンズだったとしても、F1.8 開放で撮影すれば、背景が適度にボケるんですよね。後ろに写っている人の顔がわからないっていうプライバシー的な問題もクリアできるので、成形写真と Vlog 両方で使えるレンズって、なかなかないと思うんですよ。でまあ、いいとこばっかり言いましたけど、一つか二つか注意点言っておくと、まずボディなんですけどね、感度ごとにシャッタースピードの制限があります。これ私びっくりしたんですけど、感度12800だとシャッタースピード8秒以上のシャッター切れないんですね。で6400だと15秒かな、6400だと15秒ですね。うんで感度1600まで落とすと60秒が切れるという感じなんですけど、で60秒の露出はできないです。はい、なので、一応 LUMIX LAB とか使って、バルブ撮影っぽいのができるんですけど、やっぱりそれは60秒以上の露出はできないことになってしまうので、まあここちょっと注意ですね。通常 F2.8 のレンズであれば、例えば感度8000だと13秒までなんですけど、感度 8000F2.813 秒って結構辛い時あると思うんですよ。なんですけど、まあ、この F1.8 ですね、18mm の F1.8 のレンズがあれば、そういったちょっと露出的に厳しいところも、しのげるんですよね。なので S9 使う場合はなるべくこう F 値の明るいレンズですね、 F2.8 よりも明るいレンズがおすすめですよということなんですけど、まさにまあこのレンズを先に買っとけば問題ないでしょうとは思うんですけどね。あとこのレンズはですね、寒いところちょっと苦手ですね。まあこのレンズは私だいぶ前から使ってるんですけど、マイナス環境でそうですね、マイナス10度とか20度ぐらいまで寒いところっていう、まあ極端に寒いところですけど、そういうところに行くと、まあちょっと、まあ、プラスチックとか多いんでね、ちょっと中の部品が曲がるのかわかんないんですけど、ピントがちょっとずれやすくなるんですね。ピントが合わなくなっちゃうっていうのがあります。まあそういう極端に寒いところに行かなければ問題ないっていう話なんですけど、まあそういったデメリットありますよっていうのをお伝えしておきます。あとよく言われるのは価格のところですよね。これお値段約20万円ぐらいっていう感じで、ちょっとあと数万払えば、これのまあ上位機種って言っていいのか分かんないですけど、 S5II っていう、カメラが手に入るんですよ。でまあ確かにね、制限がいろいろある中で、いろいろ省いている機能がある中で、まあ、もっと安く出してくれたらよかったなっていう話も分かるんですけど、私が作った感想としてはですね、数万の差だったらで中で撮れる、その実際に撮れる絵が同じだったら小さい方私買うなとは思いました。さっきも言った通りですね、私の用途だと十分なパフォーマンスが得られるんですよ。だからむしろこの価格差ならちっちゃい方が絶対便利じゃんと。取り回しもいいし、持ち運び便利だし、持っていく回数が増えるっていうのがあるから。なのでまあ価格に関してはまあ安いに越したことないですけど、まあ、実際のその実用性とかね、そういうことを考えると、まあ、妥当な金額なのかなっていうふうには感じました。ルミックスのカメラすごくいいなと思うのが、まず液晶モニターがめちゃめちゃ見やすいんですよね。だピント合わせがね本当にしやすい。フォーカス位置をこうやって指で移動して、でこのままピンチでこうやって拡大してこうピント合わせができるとかさ、この辺のなんていうかこう操作性が結構スムーズなんですよね。もちろんこっちの方でボタンの方でこう拡大するっていうのもできるんですけど、しかも拡大率も20倍までいくし、すげえ優秀ですよ。こうやってね、すげえ優秀ですよ。あとライブビューブーストの機能がついてます。今ねこのライブビューブーストの機能がついてないと成形写真向けのカメラとは言えないぐらい重要な機能になってるんですよ。ライブビューブーストがあると風景部分がブワッとこう明るくなるんで、まあ、テレビ作ってるメーカーなんでね、やっぱり液晶モニターがすごい見やすいんですよね。液晶モニターが見やすくいいか見やすくないかでピントが合わせやすいか合わせにくいかっていうことにもう直結するんで、ピントの合ってない写真ってもう写真と言えないじゃないですかぐらい。いやちょっと今の言い過ぎたな。成形写真においてピントの合ってない写真ってまあちょっと残念な感じなんですけども、そういったミスが少ない液晶モニターのなってるんですね。このカメラレリーズがないんですよ。まあその辺は LUMIX LAB でなんとかなるんですけど、シャッターディレイっていう項目があって、これあるとシャッター押して何秒後にシャッター切れるみたいな設定ができるんですよね。だからレリーズなくてもそんなに気にならないですし、インターバル撮影の機能の中でこの撮影間隔設定っていうのがあってですね、これがオンオフっていうのが選べるんですよ。これオフにすると最短で撮影ができるんですね。最短で撮影っていうのが流星群の撮影の時とかだと連写モードにしてレリーズつなげてレリーズロックするっていうのが最短なんですよ。要はそのいつ流星が流れるか分かんないから、撮影間隔を極端に短くしたいっていう時にこういうテクニックを使うんですけど、普通のカメラってやっぱりインターバルタイム1秒絶対出るんですよ、スローシャッターだと。なんですけどこのカメラはこの、撮影間隔設定をオフっていう機能があるので、これにするとマジで連写モードのレリーズロックぐらいの短さでバツバツ写真撮れてくんで、これめちゃめちゃいいと思った。これ多分他社にない機能だと思うんですよね。あとですね、こうちっちゃいカメラって大体その操作性が損なわれるっていうか、そういうイメージがあるんですけど、なんかねボタンがたくさんあって、この十字キーとかすげえ優秀だなと思ったんですけど、十字キーそれぞれにこう割り振られてたりとか、あとカスタム登録もそれぞれできるし、マイメニュー設定もできるし、であとここのね液晶モニターのタッチ操作でここにもねカスタム設定触れるんで、これめちゃめちゃ便利だなと思ったんですよ。私はもうですね、この C1 のところにムービーの設定入れてて、 C2 のところに、成形写真の設定入れてて、で C3 のところに、タイムラプスの設定入れてるんですが、この C3 にした状態でメニューボタンを押すとここに C っていうのが出てきてですね、この C の中に別のタイムラプスの設定、こうホーリーグレールとか、まあ、こういうのを入れられたりするんで、この C3 の奥先にこう設定を細かく切り替えれるようになってるんですね。あとこの地味にこの便利なのこれですよね、フォーカスリングロック。ピント合わせして、まあ、なんかレンズ引いたりなんだりするじゃないですか。でその時にこのフォーカスリングロックをしておくとピントがずれないっていう、のがあるんですよ。レンズにそのフォーカスリングロックの機能がついてるレンズってありますけど、ボディについてるからどのレンズ使ってもこのフォーカスリングがロックできるっていうのは本当に便利ですよね。あとねこのねヒストグラムがこうやって動かせたりとかさ、動画モードにするとこのウェーブフォームが出てくるんですけど、このウェーブフォームの大きさもねこう変えれるんですよね。こういう風に変えれるんですよ。こういう配慮ってほんと使いやすいなと思うし、こんなこと言ったらパナソニックさん怒るかもしれませんけど、ユーザー数的にはルミックスってやっぱ全体カメラ業界全体から見るとまだユーザー数ってまあ少ない方だと思うんですよ。なんですけどめちゃめちゃ他社研究してきてるんですよ。だから他社にある機能って大体ルミックスって入ってるってイメージ本当に私あって、この辺の操作性とかであんまり困ったことってないんですよね。まあ1点だけ言うとすると常時プレビューですよね。私スナップとか昼間の写真撮るときはこの A とか S とかこっちの方を使うようにしてるんですけど、常時プレビューをオンのまま成形写真撮影すると露出の効果がそのまま反映されちゃうんですね。3秒露出したら3秒おきに液晶モニターに表示されるみたいになっちゃうので、成形写真の時はこれをオフにしておくとお勧めします。で、昼間の撮影ではオンにしておくことをお勧めします。だから私はですね、もうカスタム設定で割り振ってて、一回一回切り替えるのめんどくさいじゃないですか。だから、成形写真の設定の時はもう常時プレビューがオフになるような感じにしてますし、あと昼間の写真でもですね、一応切り替えられるように、この AF オンボタンのところに私割り振ってます。ここに、これを押すと常時プレビューのオンオフっていうのができるように、はい、なってるんですよね。で、ライブビューブーストもよく使うので、この赤いボタン、動画記録用のこの赤いボタンにカスタム登録している感じです。まあ、その他ね、ピーキングの機能とかも、まあ、ここの、手ブレ補正のオンオフとか、そういうのも、このタッチ操作の FN 設定のところにこう入れてたりするので、カスタマイズすればするほど、すごく自分の手に馴染むカメラなんじゃないかなと思います。まあ、というわけでですね、使った感想はこんな感じでございます。S9 関連の動画ですね、もうちょっとアップしようかなと思ってですけど、まずはですね、私、ライブ配信で、このカメラの設定をするっていう動画をですね、サブチャンネルの方でやってるんですよ。で、それのリンク貼っときますんで、もし、このカメラ、私がどういう風に設定して使ってたのかっていうのが気になる方は、そちらのライブ配信を見ていただければと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。